今回訪れたのは大和駅周辺の心霊スポット。大和市は神奈川の中央に位置しており、人口は約241万人で横浜市や町田市に隣接している。それでは行ってみよう。大和市慰霊島公園22時過ぎ、まず向かったのは慰霊島公園。 心霊スポットなのかは不明ですが、Google マップの口コミに幽霊を見たとの記載が、真相を確かめるべく向かいました。真横に道路があるので比較的明るい。特に異常なし。これは公園内を撮影した画像。 明らかに大きなオーブが映っている。カメラの誇り説が濃厚かな。泉の森。ここは1982年に整備された公園。公園として整備される前は、鬱蒼とした森で、神隠しの噂があったという、森の中で首吊りジマルをする人が後を絶たず、中場ジマルの名所になっている。 このため公園内に自丸車の霊が出ると言われている。特に公園中央を横切る国道246号線のガード下で目撃団が多い。今回は怖すぎたので森の外からの映像しかない。それでは行ってみよう。 トラックの音もしくは近隣住民の生活音、心霊系の音ではない気がする。これは冒頭で出てきた森の中を撮影した画像。真ん中に映っている何かの反射の周辺に無数のオーブが確認できる。カメラの性質上、スマホに映すと見えないといったことがあるかもしれないが、カメラでは確認できた。 ピエロ公園、柳橋2号公園。名前が少し変わっている公園。由来は公園内にピエロの顔を模した大きな遊具があるからだそう。夜中にピエロ公園で黒い人影のようなものを目撃したなどの話も聞かれる。2カ所目の泉の森とは打って変わって車通りもあり、夜中でも散歩してる方もおり、一人でも公園内を探索できた。 それでは行ってみよう夜中のピエロは怖い最初に来たときが登ってるの見えたけど近づいたら誰もいなくて怖かった暗かったので見間違いだ。 犬が吠えるのもわかる不気味さでも撮影できる程度には明るいので怖くはない。電話ボックス、雰囲気あるね。 撮影した画像にオーブが無限に撮れるので心霊に関係なさそう町田の忠雄公園の時みたいに顔が映ることを期待大和3号踏切最後に訪れたのはビエロ公園から徒歩10秒の大和3号踏切。 ここは小田急江ノ島線の大和桜川海駅間にある歩行者専用踏切。人身事故が多いことで知られ、地元では間の踏切と呼ばれているらしい。直近では2022年の5月31日に男女2名が滅びする事故が起きている。この事故を含め2005年から2022年までに起きた人身事故は8件に及ぶ。そのためか、 この踏切と踏切の西側にあるピエロ公園は心霊スポットと囁かれている。真相はどうなのか、それでは行ってみよう。 カメラで撮影した動画はここで終わってた。元の場所まで戻るまで撮影してたはずなのに、間違えて終了ボタンを押したのかな